はい、コズノン趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとまた番外編となってしまうんですが、食玩の方をね、紹介していきたいと思います。はい、紹介するのはこちら。はい、ドラゴンボール色紙アート6、第6弾ですね。いや、今までね、色紙アートは一応フルコンプしてきてるんですが、まあ今回もね、まあワンボックスですけど、購入しました。で、全16種、はい、なのでね、全部で 10枚入りなんで、まあ一箱じゃ絶対揃わないんでね、まあとりあえず、まあ、ダブるのかな、これ一箱でダブりとか出ないと思うんだけどな、わかんないから、そこら辺をね、ちょっと開封しながら、皆さんと一緒に見ていきましょう。ではね、早速ね、開けてみましょう。こっからね、バリバリ。の極意キサシの極意とゴジート4、すげえ、はい、裏面でしょうか。で、前回までね、多分あったと思うんだけど、シークレットが今回はないっぽいね。うん、もうすでに全16周ってことでね、うん、前はシークレット枠があったと思うんだけど、うん、とりあえずね、まあ開封していくんで、ここ上の方をね、ハサミで、ちょん切った状態で、開封していきますんで、一気にね10枚ちょっと切っときます。はい、はい、ということでね、上の方をハサミで、ちょん切りました。はい、で、並び順にね、してありますんでね、1個ずつ開封していきたいと思います。ではね、横にずらして1個ずつ開封していきましょう。はい、では1枚目、こいこいって何もまだ出してねえまだ何も出してねえのよこいつって。いきます、1枚目。あ、裏側だな。 あとこれ食玩なんでね、ガムがついてます。ガム、よし、行くぜ、せーの、バン。あ、生きる、あれ、生きてる、来た、いきなり来たぞ。おお、いきなり来た。その14、おお、身勝手の極意兆し悟空。あ、すっげえ金箔がすごいぜ、白押しが綺麗だねこれ。うわ、いきなり出たぜ。はい、じゃあもう行きましょう、じゃんじゃんね、2枚目。はい、ゴジータから。これゴジータじゃねえ、これも、まあ、これまず裏なんですね。で、食感じゃないね。はい、行くよー、せーの、ポン。あ、ゴジータじゃないんだ、ね、その8、ターレスと悟空ですね。ほう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 、なるほどなるほど。はい、じゃあ続いて、あ、さっきこれ紹介し忘れたけど、この絵のパッケージもあるんだね、うん、極みの。はい、では3枚目、一斉の、これあれだった。はい、いきます、せーの、お、龍拳爆発スーパーサイヤ人3孫悟空。その12、ほう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 、まあ、オリジナルイラストだからね。よし、じゃあ、で4枚目、いきます、せーの、おお、悟空ブラック。その4、悟空ブラック。かぶってないね、今
とね。よし、4枚目、じゃあ5枚目よし、いきます。せーの、ポン。お、悟空じゃねえ、ご飯のスーパーサイジン2だね。セール編の時その16、金の箱押し、ご飯。この頃が一番ご飯かっこいいよな。いいね。よっしゃ、箱押し2枚目。よし、じゃあ6枚目いきます。せーの、ほほ、これまたなんかポップなイラスト。人造人間17号18号16号、その7。ずいぶんポップなイラストだね。よし、じゃあ7枚目いきます。せーの、バン。お、メタルクーラーかな、これ普通のクーラーかな。スーパーサイヤ人三国、その10。はいはいはい、なるほど。今んとこかぶってないのはまあ1、2、3、4、5、6なんでね、次で8だね。よし、よし、いきます。8枚目、せーの、ポン。ベジータブルー、その2。ベジータブルーだね。よし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 、じゃあまず9枚目、もう1個ぐらい箱押してほしいね。9枚目、一斉のジャン。押し、きた。おお、きた、ゴジータ、ゴジータ4、きた。その15。うお、いいね、白押しがいいね、やっぱね。いやー、いい、はい、では最後だね。もう10、早いもんだ。もう10だぞ。ラストは何か、最後箱押し出ろ。せーの、パッ。待てない。あ、これまたフリーザー、あれフリーザーなんかかっこ悪くね。なんかフリーザーこんな顔なんだっけ。え、バーダック、バーダックもなんか横が、なんだろう、なんかこのイラストなんか変だな。その9、はい、これがラスト。まあでもあれだね、かぶらずに、ワンボックスいけましたね。うん、よしよし。まあ多分ワンボックス買えばかぶらないと思いますね。うん、2ボックス目からは分からんけどね。まあ、とりあえず、こういう結果でしたね。うん、まああと6種か、うん、それはどうだろうな。メルカリとかで買った方がいいのかな。まあ、皆さんね、皆さんはこのシリーズ買ってますかね。自分はね、ちょっとこのシリーズ集めてるもんですから、まあ今回もね、購入しましたけれども、なんか今回からイラストレーター変わったのかな。なんかタッチが変わった気がするんだよな。なんか前の方がすごいかっこよかった気がする。はい。っていう結果でした。はい。ではね、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。